朝起きた時、カーテンを開ければ、晴れの日には笑顔で、曇ってたらやっぱり曇り顔で。私はパソコンの電源を入れる。雨が降ってる朝でも、新しいポッドキャストがダウンロードされていたら、私の心は晴れ渡る。ポッドキャストの神様、今日も新しい番組を配信してくれてありがとう。ポエマゆうきまみです。これ私が作ったポエムじゃないからね、恥ずかしいわ。もうちょっとありがとうみたいな、ハートって書いてあるんですよ、しかも台本にね。私も普段アーティストなんで、作詞なんかはね、結構よく寝ずにやってますっていうのは嘘で、まあまあ嘘じゃなくて、結構ね書き溜めてるものはあるんですけれども、発表する場がないだけですね。まあいいや、それはそんなのはいいや。今回お届けするメンバーはですね、結構フルキャストですよ。今日は 1,2,3,4,5,6,7,8、 私を入れて8人でお送りします。でですね、今日はスカイプ装着おめでとうスペシャルということでですね、先週言いましたように、うちのスタッフの人にもですね入れてもらったんですけれども、どんなメッセージが届いてるんでしょうかね。楽しみですね。スカイプというのがついたことにより、こう皆さんの声がオンエアで載せることができるということでね、いろいろ楽しい企画がこれからもどんどんスカイプを使ってできそうですけれども、つうわけで最初はこの人から。ポッドキャストミックス、毎週楽しみに聞いています。それだけ。お父さんや。最初に入れてくれてた。お父さんありがとうございます。でもなんか私の、まあ、ある意味じゃインターネットの師匠みたいな人でですね、小さい頃からこうパソコンはもう我が家に3台ぐらい常にあってですね、DOSV とか分かります？だからファミコンはうちにはなかったんだけど、パソコンゲームは常にあって、アマチュア無線もやってたんだよね。そうなんです。でお父さんの影響で私も無線の免許取って、家族全員アマチュア無線だから、こうスーパーとかにね、こう小型の無線機を持って行って、CQCQ って言ってトマトを買いました、どうぞ。豚肉も買ってきてくださいどうぞみたいな、そんなお使いをしてましたね。まあそんな感じでお父さんからのメッセージでした。まだありますか？スタッフの藤林です。1時間拡大やった、おめでとうございます。嬉しさのあまりですね、私作曲をしてしまいましたので、ちょっと聴いてみてください。これリコーダー？ひどい、ね、結構頑張ったんですけれども、ゆきさんいかがですか？いかがって。すいませんでした。いや、結構よく気分が高まるとリコーダー吹かれるんですか？いや、この日のために。素晴らしい。わかりました。ありがとうございます。まだあるんでしょうか？また音楽始まり。俺は。サスライドブルースマン。ゆきさんも俺のこと知ってる。面白すぎでしょ、みんな。なんか1時間番組になるそうですね。おめでとう。パクってるし、なんかっていうか、俺の番組ないけど。俺のことどんなに入れ側なんだよ。すいません。うまーい。サスライのブルースマン。一つのサスライです。いや、歌う？歌いましょう。ねえ、いや。まだあるんでしょうか？スタンダールは、コーヒーに、生きた、書いた、愛した、誰？そう書かれてるそうです。
ゆうきさんも死ぬときは生きた、喋った、喋りすぎた、そこまで書かれるぐらい頑張って喋ってください。っていうかこれ誰なの？俺です。キャラがあれ濃すぎて誰か分かんなかったっすよこれ。お墓にスタンダールっていうね、うん、作家さんがいて、赤と黒、赤と黒喋り手さんですから、ね、1時間番組になったら生きた、喋った、喋りすぎた。愛したはいらないんですか？いや、いらないですか？ちょっとどうしよう、上田さん士気上がっちゃってるよ。俺もなんかメッセージ残したんですけど、はい、なんかね酔っ払って入れたら入ってなかったみたいですね。夜中の2時半ぐらいになんか着信履歴が入ってるんですけど、マスター、ね、履歴は入ってるんだけどメッセージは入ってない。40何秒間が無音で入ってる。情けないね、インターネットマスター。情けない、はい、まだあるんでしょうか。チェックチェックマイクチェックワンツー、みなくちです。マイクチェック。どんだけプロやねん、それだけ。マイクチェックしただけ。おかしくない？さすがプリンスやわ。はい、いやいやいや、要は満足でございます。はい、さて、インデフで